どうもそうでーす。カメラ多すぎてどこ見ていいか分かんねえよ。いや、ちょっと久しぶりにちょっと9人揃ったというか、そうだね、ちょっと懐かしい。ありがとうございます。久しぶり揃いました。そして、ね、こんな人数揃えて、いや、そうなんですよ、ね、いや目の前に大画面あって懐かしい、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 ちょっとこの絵は、ね、なかなかこういう、ほら今 YouTube ですけど、うん、9人でやるっていうのがなかなか久しぶりなんじゃないかなと思って、ね、あの紙飛行機とかやった時、そう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 、で、ボスどうすか。ボス的にはやっぱ全員が集まったこの空間すごい好き。おい、おい、ザコマフィア。おい誰がザコマフィア。真ん中っていうのがなんかめっちゃいいね、それ今日回してるから、今日回してるから、ザコマフィア。ちょっと待って、暗くない今日。いや、お前のサングラスのせいだよ。あ、これか。すいません、待ってください。最悪なボケだね。どうしたんだよ。いや、今日はね、大画面の用意して、こっちもおるやんけ。いや、ザコマフィア、こっちもおるやんけ。パート2、俺チンピラだった。門の前ですぐやられる。ちょっと待って、俺のサングラスどこ。オセロだったらかけないといけない。オセロじゃないの。オセロじゃないの。悔しいじゃない。この大画面用意してどうすんだよ。いや、本当のことでいいんだよ。まだ話したい。まだ。ラビットチームうるさい。うるさい。ラビットチーム。誰ラビットと話したいんだよ。でもそれが急に集まってからさ、喋ってないじゃん。今日川島さんいる？いないよ。いないよ。それではラビットスタート。違う違う違う。もうすげえ自由じゃん。濃いな今日。メガネも。え、今日ホームアロン見んだっけ。ホームアロン見ねえよ。違うんすか。違うんですよ。今日はこうやってみんなで あることをしたいなと思ってまして、それはですね、スノーラボ S2 ユニット曲鑑賞会。素晴らしい企画。いや、正直ね、はい、あのユニット別にそれぞれ撮ったじゃないですか。はい、撮りましたね。あの曲自体もだし、はい、MV もだし、はい、この日を楽しみに一切見てますよ。そうなんですよ。確かにね、今回は本当にそれぞれユニットね、あの3チームありますけど、他のユニットの曲、そして MV 一切見てない状態で今他の2チーム、まあ、全部で3個だけど、うん、見るということで、まあ、ちなみにどうですか、まあ、今回ね、こうグループ分け、まあ、3-3-3で、はい、なりましたけど、まずじゃ岩本さん、目黒さん、向井さんというチーム名、チーム名ここだ、はい、このさ、マニノさん、あ、そういうチーム名、マフィア、チーム名、何チーム名、チーム名、マフィア、チーム名、リーダー、どうしよう、マフィア、ボスと愉快だな、ボスと愉快だな、サングラス外したらだよ、あ、ごめんごめん、ボスはつけてそうだよ、おい、目黒どうなんだよユニット、どうですか、ユニット曲どういう仕上がりだったんですか。ボスが言ってんだよ。ボスが目が僕と合ってる。合ってるよ。どういう見えてない、見えてない、見えてない、レンズ濃すぎて見えてない、見えてない、言ってるよ。ユニット曲どうですか、こう撮ってみて、撮影、まあ曲も含め。そうっすね、なんか一個前のユニット曲はショッピーと阿部ちゃんと、阿部ちゃんとやらせてもらって、なんかその時はすごいパンパンパンってスムーズに決まってったんですけど、今回はなんか結構こう打ち合わせを重ねたなっていう、こだわりがね、なるほどなるほど、こだわりがありましたね。じゃあこだわりの一曲ができたという、こだわったんだね。はい、そしてそうだね、そしてですよ、佐久間、阿部ちゃん、なぜさん、まだそっちの3人ですね。ミスターファンタジック、そうなんだよ、阿部が全然喋んねえんだよ。阿部ちゃん、阿部ちゃん喋れよ。やっぱそう、阿部ちゃんここ2人とバランス取ろうかなって。どうして、なんか鍋が、なんか確かにバランスのチャンスだ。疲れてない、大丈夫です。阿部ちゃん、なんかずっと空港のこと考えてない。考えてない、どちらかというと空だろ。どうですか、今回の楽曲は。今回、僕らさ、なんかギリギリだったよね、なんか締め切り。なるほどね、すごいんですよ。できたその日にレコーディングですか。え、そしてレコーディングした次の日に MV させちゃった。それさ、攻め攻め、なんでなん、攻めてますね。ちょっとね、理由はこだわりがすごくいいよ。ああ、なるほど、そっちもこだわったと。いけてた、今ね、いけてた、取れた、いけた、取れ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 てます。そのテイク取れた。こだわり、まあそれぞれやっぱこだわってるんですね。僕たち、あのね、ラウと俺と鍋もね、相当こだわりましたけど、鍋さん、どうですか、教えてよ。いや、我々は本当にポンポンポンって感じだった。そうなの、全部の打ち合わせ時間5分。ポンポン、本当に曲もこれ、 MV の中身もこれいいじゃん、で、衣装もこれいいじゃん。手抜きとかじゃない、そうそうそう、いいやんが出たからって。そうそうそう、手抜きとかじゃなくて、そうそう、なんかもう元々やりたいことの方向性があった、なんかみんなあ
って、それがこう話し合った結果、それじゃん、はい、それじゃん、はい、それじゃん、はい、MV 撮った。編集もめっちゃ良くて、そう、その撮影したその日に完成してた。完成した。ほぼ。え、それスタッフさんも手抜きってこと？違う、ってなったらこっちも手抜きになってくる。そんなことない。みんな力を入れて、ちゃんとやってたね。そう、勘違いしてほしくないよね。いいチームワークで、スピード感が素晴らしかった。素晴らしかった。いいね。じゃあさ、さすが映像見ちゃおうよ。見ましょう。まあ、楽しみ。映像見るんですけど、どこから見ます？あー、大事だ。これ順番大事だよ。順番大事です。確かに。どっか、あ、そこさん、どうしたんすか？決まってんだろ。お、まさかチームボスと。お前が、お前から行けよ。じゃあ最初、じゃあアルバムの曲順、どうしました、ボス。ボス、恥ずかしい。ボス、ここ、1番、そして2番がガラライ、1、2、3になります。はい、じゃあアルバムの曲アルバム見ましょうか、せっかくから。はい、ワクワクするな。ヒプノシスって曲です。ヒプノシス。はい、その、じゃあ解説みたいなのももちろん後でする。後で、後で、まず集中してみて。あ、でも見てる時のリアクションはあった方がいいかも。あ、わかった。考えるな、感じろみたいな精神で。あ、ありがとうございます。そういうこと。サングラスつけて見るんだ。うん、いや、あの、見る時は外す。じゃあすいません、じゃあヒプノシスお願いします。ヒプノシス。うわっ、え、そうやな、なんかお前、ここから外す。うわ、あ、こういう世界観なんだ。え、今の誰？え、誰？え、うわ、目開いた。誰この人？これテルニー。おー、かっこいい。おお、いいね。うええ、誰この人？俺や。おお、かっこいい。え、どこのスタジオだろう、これ。ちょっとごめんなさい、音あげます。音あげてほしい。これ腹なかったの。いいね。お、お、え、誰？俺、かっこいいじゃん。こんな人いたっけ？ほんやね。こんなかっこいい人いた？ヘルミ。かっこいい。いいね。サングラス似合ってんな。おい。いいね。バンダナいいね。これどこよ？内緒です。あ、そうなんだ。あら、かかりました。かっこいいよ。お、ブレてるよ、ブレてるよ。そういう意識や。おい、ほら、え、こんな人うちのグループいたっけ？おったよ。こんな人いた。おるおる。いいね。この帽子なんか珍しい。似合うね。いいよ。渋。渋いな。え、MC 光るいる。かっこよ。はい。お、え、ちょっとロケ行ってんの？え、てかお前かっこいいな、ロケで。ロケ？ロケ行きましたね。お前ロケでもかっこよかった。ロケっていうか、まあロケって大体かっこよくなれねえんだけど。なんか目がくねえ。うわ、おい、 MC 光る。え、え、どこどこ？マジロケ、どこ？ロケかよ。森林公園？見るとこ違うから。うわ、かっけえな。あ、わからん。あ、誰？俺や。かっこいいからな。すごいね。うん、いいね、かっこいい。あれ、食卓？別々のとこ行ったのに。向井康二のお茶パーティー。怖い。大人だね。ああ、衣装かわいい。すごいな。ありがとう、ラウド。お、うわ、なんかすごいな。アーティストショップ高いな。どこ、僕どこだよ。そう、これね、また寝てるよ。また寝てるよ。誰が誰の目っていうのね、楽しんでる。あ、そういう楽しみ方あるんですか。雨降ってるこれ。すごい。あれ、え、ちょっと待って。いや、でもすごいシチュエーションがいいね。え、シチュエーションすごいね。シチュエーション、めっちゃいい。めっちゃいい。あれ、音じゃん。大人の MV だね。え、大人だよ。めっちゃ、うん、やばい。え、待って、めっちゃ大人だ。ロケ地どこ？ロケにさ、行ったってことでしょ？行きました、ね、すごくない？なんか場面展開も多くて、いや、それが狙い。あれ、ど、ね、違う場所に見えたよ。まあそうですね、いろんなとこ、はい。それ。いや、どれ？それがなんか説明が。それだ。場所って、もう騙されてんのよ。違う場所から、工事の元に集まって、そうそうそう。あ、工事の元にってこと？そう、工事がお互いの世界観があったの。ああ、それぞれ3パターンの世界観がある。そうそう。それがこう最終的に一つになるみたいな。なったよね。ヒプノシスっていうのはどういう意味なんですか？催眠。
なんかいつもとはちょっと自分の感じは違う感じにしようかなと思うので、まあちょっとアレンジしてみました。素敵だし、かも阿部ちゃんがずっとさ、岩本さん渋いって言ってましたよ。渋くない？渋かったっすね。渋かった、渋かった、激渋。渋谷、渋谷じゃない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 、新宿、新宿じゃない、激渋だろ。代々木なんか普段のラップとは違う、ちょっとなんかこうローなラップみたいな、 MC 光るみたいな、 R&B 感だね。R&B 感の妄想すごい。なんか3人が揃って上でその鏡のところは晴れてたんだよ。そう、もともと撮りますってなった時にめちゃめちゃ雨、そう、光るやん、めちゃ雨降ってたよね。光るやん、雨ね、光る雨予想だから。まあでも、まあ、それでまあこう相まってちょっと幻想的になったんじゃないかなっていう、晴れてる、晴れてる絵ももしかしたら見たかったかもしれないけど、でもあれが雨になることによって、そのヒプノシスっていう楽曲とテーマには合ってるよ。そう、なんかしっとりしたカラーの曲だし、めっちゃさ見やすかったの、見やすかった、うん、次はそっちだもんね。あ、次は僕たちの次の曲か、気になる。そして、ちなみに多分1番はこう今見てくださってる皆さん見れてるんですけど、あ、そうかそうか、2番からは一切見えなくなってくる。あ、そっか、そこはちょっとなんかごめんね、ごめんね、楽しみです。はい、もうちょっとぜひ僕たちのまあもう本当になんだろう、まあ本気を出したらこんな感じになりました。ほんまに見てないからね。はい、じゃあぜひ楽しみ、ガラライク、ガラライク、じゃあお願いします。題名からよくわかんないもん。そうでしょ、ちょっとぜひ見てください、お願いします、お願いします。お、あれあれ、なんかちっちゃない、なんか時計でかくない、あれ、ショッピング見てんの？ショッピング見てんの？え？え？まあ、なにこれ？バレバレやろ？バレバレ？え？え、でも世界観かわいいな。おぉ、大きいの人が。ちょっと待って、やった。ちっちゃいからね。おぉ、芝居が臭いな。バレてないよ、まだバレてない、バレてないよ、まだバレてない、バレてない、バレてないよ、バレてないよ、まだバレてないよ、ため息ついてる、ため息、ため息ついてるね。お、気合いだよ、うん、そうだ、お、待って、あ、すごい、あ、砂糖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 、え、何持ってんだあれ、砂糖かな、砂糖か、なのいい、バレてない、バレてない、バレてない、あ、元気ないよ、マジで恥ずかしい、バレてないよ、元気つけた、元気つけたよ、後ろにブロック持ってるもん、バレてない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 、バレに行ってるよ、バレてないよ。あ、これすごい。あ、振り付けあるよ。あ、押し方。押し方よ。写真撮ってね。おお、すげえ。乾かさないね。乾かしてる。しょうがない。しょうがない。マジで臭いな。臭いな。しょうが。起きたて。バレてない、バレてない、濡れちゃう、濡れちゃう、バレてない、あ、やばい、あ、やばい、やばい、やばい、バレてない、バレてない、スローモーションだ、そうそう、雨宿りね、バレてない、正体やがって、あれ、ドライヤー、え、ドライヤー、ドライヤー大丈夫、よう好き、え、ドライヤーね、飛んじゃうよ、そうか、そうか、おれショッピー、あ、かっこいいじゃん、いきなりかっこつけるな、なんか CM っぽい、あー、いいよ、かっこいいよ、これ綺麗、綺麗、ショッピーショッピー、
おめ帽子ああ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 ええどういう世界か帽子の中でね帽子の中で今なんでちょっと言ったの言ってたの言ってたのあ、バレちゃったなんやろかわいいかわいいかわいいバレ見てるやんかわいい面白いかわいいかわいいよおーバレたバレたブチってらっしゃる今天中かなこれはどこだどこだどこにいんだどこにいんのどこにいんのどこ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 できるおおおしゃれかわいいだから全部グリーンバックでそうなのよ撮っててで全員これずっと出演するのってあんまないじゃないですかそうなかなかないみんな疲れちゃった休憩じゃないんやろもうね要はマジで満身創痍なんですよ後半とかそうマジ本当に撮影前に行く行く行くって言ってみんなでそうそうそうちょっとシチュエーションがさずっとグリーンバックだからあんま変わんないからえ全部全部15時間ぐらい永遠に撮影続けてて全部俺たちはこれ進めてるのか進めてないのか全く分からないあれでしょ自分の歌割りじゃないところも全部言うないそっかちょっと言うなりじゃないかああいう大きいセットとかは別にない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 もう全部グリーンバックでそうそうだから設定としてはそのさっき言ってた妖精みたいなああちっちゃいおじさんみたいなちっちゃいおじさんじゃないのよまあおじさんはないけどさおじさんはおじさんなんだけどその要はその一人のねこうまあまあ女の子をこうなんかこういろいろなんか支えて助けてみたいなちょっとなんかそういう好き言ってねそうなんか確かにあの曲とかやってることがめちゃめちゃ可愛いからそうでしょうでもやっぱみんなが目がいってしまったのがやっぱショッピングショッピングもうね、のどかちゃんぐらい可愛いから本当にのどかちゃんぐらい可愛いでも、珍しいフォーカスの当てられ方でしょ顔がガッチガチだもんあれが可愛いっすね撮影初めてみたいそうだってここ撮るねそうね、そうそうこっちだよってもうちょっと感情が見えたかったのこうちょっと反省が見えたいや、これが良かったでもそれがいいんだよそれが結構すべてでああ、なるほどね何回もちょっと回してみたくなる MV にちゃんとなってたありがとう嬉しいありがとうねそれは嬉しいわあとなんかもうちょいマジな話あのやっぱ深澤がいるからこそ笑い系がついくのかと思ったら本当にちゃんと可愛いキラキラそうだよだってミサビのさなんか CM みたいなカット全員ビジュアル爆発してたよビジュアル爆発してたよ急にね帽子かぶってちゃんと可愛いことを本気でやろうそうそう大事ですねじゃないいいコンセプトそれ見て笑顔になってもらえたそうそうそうこれはなんか間違いなく笑顔になれるガラライキューできそうだもんガラライキューガラライキューって意味あんのガールアイライキューおおちょっと発音よくなるほどああなるほどキャッチーな感じいいねえそれいいねそうなんですよはい私はこの私じゃはいありがとうございますありがとうございますまた重ねるなものがそうだなよかった全員よかった全員よかったありがとうございます笑い疲れたもう疲れた笑いすぎて頭痛いもんねそして最後ですねさっくん阿部ちゃん伊達さんのはいこれはカラミーライブはいカラミーライブカラミーライブという楽曲ですね早速カラミチキンじゃないですカラミチキンじゃないですよユキはカラミチキン食べたくて違うんですよカラミチキンあ、来た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 ええ海の中はい大変でした、一気に呼吸大丈夫一気に大変だったどこでやったの呼吸大丈夫え、阿部ちゃん、髪型阿部ちゃん、え、どうしたの阿部ちゃん阿部ちゃん、お前阿部ちゃんえ、これ何すごいめかししましたえ、どこの海これどこの海違う違う九十九里そう、九十九里九十九里そうマリアナ海溝九十九里深すぎる阿部ちゃん、なんだカラミーライブですよねあ、カラーってことナツさんいいね海の照明これおお踊ってるおいいねフリザ振り付けてるフリザフリザフリザ3人っていうのは踊ってる新鮮やねああ、そうですよねだからねえ、これどうやってんのあえシークレットタッチみたいななんか展開がすごいね、ちゃんと場面…どうやって撮ったのこれ水の中にだからすごいねすげえじゃんどうしたワイヤーとかロイヤルいや、水の中
カラーだね、今の。あ、水の中で。そこは何やってんの。お前、右手で死ぬほど指輪してる。やばいよ、ゴリゴリ。あ、でもすごいね。なんかいい歌だね。いい歌だ。振り付けもおしゃれだ。どうやって撮影してんだろう。どうやって撮影してんの。ワイヤー気になる。阿部どうしたお前、髪の毛がなんか人生初エクス。あーいいじゃん。これも海の中でしょ。マジで。よくこんなボケんね。よく綺麗だ。タコどうした。タコマすげえじゃん。お買い上げ。フェイク、フェイク、すげえじゃん。あーいい、すごいねこれ。うわ、細けえ音の取り方、すげえ。いい、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 いいよ。うわー、すごい。うわー、カラーミーライブ。いいね、これすごいね。おしゃれ。すごい。海の中っていう新しい。確かに、確かに新しい。そう、これ設定としては深海をイメージして。ほうほうほう。それは曲から引っ張ったんですか、それとも歌詞。曲聴いた時のイメージで、なんか深海から始まるなんか音楽ってものを知っていくみたいな。ちょっとこの3人だとちょっとそのファンタジーっぽく、はいはいはい、なんかちょっと幻想的なものやりたいなと思って、おおおお、そう話しました。すごいっすね。かっこよかったな。でもなんかすごいいろんなちょっと大人なダンス。そうだね、確かに確かに。そう、ちょっと踊りたいねって話をしてて。ほうほうほう。いや、衣装もね、そう、衣装も黒白みたいな分かりやすいコンセプトの中にその正面でカラーを入れることによって、そうだね、こう見え方がね。だからちょうど始まった時にこう阿部ちゃんが青のエクセつけて、伊達様は金髪な感じで、で、佐久間はピンクだったんで、あの信号機みたいな並び。おぉ、そういうことね。ちょうどが色を基調にしてる感じ。やっぱ今回のテーマ、色だったりとかっていうのはやっぱあるんだ。ない。いや、でもなんかすごい、なんかあんま、これはすごいよ。よかった、よかった、よかった、嬉しい。マジでよかった。海の中やから、なんか僕見た時、ずっと息止めてたもん。なんだから、なんでお前が止める。海やから。海やから止めなくていいんだよ。やめたマジリス。マジリスここまで出てたよ。あ、絶対。あれシュノーケリングつけなくていい。いや、なんでつけた。俺無人島。シュノーケリング。これ？違う違う。そのこれ？これ？サングラス。あ、これ誰がシュノーケリング？誰がこれで息できるか。見て。何やった工事。もういい。ごめん。もうええねん。もうええ。すぐ気づけた。久しぶりに工事が。工事が。俺顔赤いの久しぶりに見たよ。若いよ。確かに若いね。久々にちょっと緊張してみちゃった。酒飲んじゃった。酒飲んで。いや、よかったから。いや、でも本当にそれぞれの曲も。個性ですよね。そう。MV も三種三様というか。これはぜひちょっとね、あ、みんなにね見てほしい。だからみんなはまだこれ多分途中がちょっと見れてない人は思うので、これはぜひちょっとアルバムを見たい時は、あ、手に取ってこう見てくれたら。そしてアルバム他にも本当にあのユニット曲だけじゃなくて、今回本当それぞれが一曲担当してアルバムを作ったりとか、まあ特典も結構ありますし、MV もあのたくさんありますんで、本当にこれ手に取っていただいて損はないなと思っていますし、あのまあね、ライブもね。もちろんこのアルバムの楽曲をまあ引っ提げてのアルバムライブツアーになるので、まあちょっとたくさん聴いて、こう聴けば聴くだけきっと盛り上がれる、一緒にみんなでできる楽曲もあるわけで、なんかこうなんかこうみんなでねライブを盛り上げていきたいなと思います。その前にはまあスノーラボ S2、 ぜひたくさんの方々に手に取っていただきたいなって思います。お願いします。ありがとうございます。以上スノーワンでした。ありがとう。ガラライキュー。ライキュー、からライキュー。鍋の頭最高だった。よろしくお願いします。いっぱい見てください。よろしく。